武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、福井大学の入試について話していきたいと思います。福井大学ですが、まず、医学部医学科、こちらはですね別の動画となりますので、医学部医学科の動画を見たい場合は、そちらをご覧になってください。で、こちら、それ以外の学部学科に関して、ですが、まず2016年にですね、国際地域科学、学部が新設されました。でまた、教育地域科学部の、地域学科課程、が募集停止になって教育学部に、解消されて、まあ、教育、学部、特化に、なっております。で、まあ、そんな福井大学ですが、まあ、センターのパーセンテージなど、がですね、大体5割、後半から6割、後半は7割いくかいかないかぐらい、の点数のゾーン、がメインになっております。でまあ、一般の2次の入試科目ですね、こちらが大体2科目になっておりますので、まあ結構得意科目である程度、まあ、勝負はできる大学かなという形ですね。ただ、まあ、センターの点数もそこまで高いわけではないので、まあ、基礎力ちゃんと固めて得意科目でできるだけ点を稼いで、まあ、他の科目もなんとかその、まあ、半分は切らない、まあ、できれば6割7割取れるように仕上げていってという形で、まあ、勝負するような大学かと思います。では、そんな、福井大学の、まあ、入試科目ですが、英語、数学、国語、日本史、世界史、地理、政治経済、物理、科学、そして小論文、以上となりますので、自分が見たい科目を選択してください。